久々に松屋でございます。立命館大学前というちょっと北の方にある松屋ですね。ここ駐車場あるので、便利なのでございますが、こんな感じのメニューになってます。カレーも美味しいですよね、ここね。で店内で、人差し指はやばいからってやってたのに、ここは人差し指やってます。でこれ牛飯生野菜卵セット520円でございます。汁だし、つゆ抜きか、やっぱりね、塩分がやっぱり気になるので、つゆ抜きにしてしまうんですよね。つゆありの方がそれも美味しいのは間違いないんですが、で生卵、やっぱりなんか牛丼って生卵ありきって言うとちょっとなんか申し訳ないのかもしれないですけど、僕的にはやっぱり生卵ありきの方が美味しいのですよね。結局あれなんでしょうね、すき焼きの味になるんだと思うんですよね、あの牛と卵ということで。でサラダももうそのままいっちゃいます。で味噌汁はきつねとわかめですね。牛丼屋って牛丼屋というのかな、なんかきつねとわかめのところ多いですよね。やっぱコストパフォーマンスがいいんでしょうね。でこれついてた七味がまたうまい。これあの店についてるやつよりもあのこの袋の中の七味の方が美味しいですね。黒七味に近いのかな。まあと言いつつドレッシングかけてますね。シーザーサラダオールドレッシングやったっけな、茶は、フレンチドレッシングか。もうちっちゃい時フレンチドレッシングをかけた時にこんな美味しい、ドレッシングがあるのかと思ってたんですけどね。もうちっちゃい時ってなんかソースかマヨネーズだったんですけども、まあ、いつものように七味思いっきりまたかけてます。あとで追いがけですね。ということで、久しぶりの松屋さんでございました。松屋もね、塩分があのそんなに、高くないんですよね。調べましたら一番塩分高いのはすき家さんだそうでございます。ということで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、毎朝7時から8時に、アップしております。こんなチャンネルでよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価いただければありがたいでございます。それではまた明日です。ありがとうございます。